逃げるなよ。背を向ければ気を。黙れよ、うるさいな。僕は役立たずなんかじゃない。死を誇る。あんたの剣に曇りがない。バカ、危ないだろ。俺の心配とかしてる場合じゃないし。大丈夫か。よく頑張ったな。ほら、指切りだ。そうすりゃ信じられるだろう。君は自分のことで手一杯なくせに人の痛みを察してしまうんですね。今の雪村君になら安心して傷ついた仲間を任せられる。少し寄り道をして君と食べ歩くぐらいの約束は許されるでしょ。雪村先輩から手を離せ。お前みたいな素直な俺を騙すことらできんよ。自分のことより俺のことを聞くか。面白い。